牧野さん、よろしくお願いします。はい、お願いします。まず、体の怪我の回復具合というか、そのあたりはいかがですか？うん、まあ、そうですね、まあ、今年、まあ、去年の、まあ、10月ぐらいに、まあ、骨折したところの部分が、まあ、ちょっと再発して痛みがちょっと出始めたので、まあ、今月になって、検診を、まあ、行ったんですけども、まあ、完治はしてないっていう状態だったので、まあ、そこのあたりも含めてちょっと治療をまた進めながらっていう感じです。でまあ、がっつり追い込んでというよりもそのバランス取って調整というか、まあ、追い込む時はまあちょっと追い込んで、まあ、練習したつもりだったんですけども、まあ、満足できるかって言われたらまあちょっとっていう感じです。で直前古城さんとかと一緒に練習とかはされたんですかね？実際、まあ、前夜祭の後に、まあ、また大阪に行って練習したんですけど、まあ、特に、まあ、自分のペースで練習するっていうのも含めて、まあ、あんまり古城君と二人で練習することはなかったですね。で本番は結構北が自力で並ぶし短期も3人いてっていうレースになるんですけれども、ある程度レースプランなんかは浮かんでますね？まあ、浮かんではいますけど別に作戦通りになると思ってないですし、まあ、自分の感性で、はい、走っていきたいです。最後に意気込みをお願いします。はい、まあ、グランプリ、まあ、ちょっと近畿2社で、まあ、心細いところもありますけども、まあ、自分の強気のスタイルを変えずに、ワンツー決めれるように一生懸命頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。